はい、戻ってきました、はい、というわけで戻ってきました、はい、B 予選が間もなく始まります。どうしても源ちゃんがね実況したい枠があるっていうことで、あのね、まさかね相方の試合をね、あの実況する羽目になるとは思わなかったけど、いや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 朝から楽しみにしてたくせに、まあ、ある意味ね、ある意味ね、いや見たいよ見たいよいやどっちかが何かを起こすカードだからねこれはいやどっちかっていうと絶対に龍側が何かを起こす、うん、まあ、特に一先だからね、予選は一先だから、ね、怖いからね。これさ、ね、ゆきさんところ名前ないけどあれかな、キャンセルじゃない、キャンセルだったから、さすがにね、名前なしとかないでしょ。ワンちゃん、オムナオトさんがこっち来るとかない、あワンちゃんだけど、オムナオトさん、うん、第2シード入っていいんじゃないの、うん、いいと思うけどね。私ちょっとレッドブルいただきます。結構、ちょっと B クラス見た感じ、結構見たことあるカードがちょいちょい見られるんですよね。さあ、早速上がってきました。早速梅村を見てる方はまあ分かると思いますけどね。そう、笑顔で蹴り倒す人と勝利をパナす人、そう、笑顔で拳を握る人と笑顔でキックしてくる人です。パンチ対キックみたいなところありますね。さあ、手が勝つか足が勝つか、予選の最初の試合が始まろうとしております。いやめっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔、誰とも笑顔なんだよなあのスマブラ楽しんでる感があるのに、やってることえげつな い非常に余談になるんだけども、まあ、僕とヒラレバ君は、まあ、よく通話しますし、うん、チョコさんもたまにちょっと他のゲームしたりして遊んだりもするんで、うん、身内じゃないですけど、まあ、そんな、まあまあ、なんかまずトレモが始まって操作テストの政治ここなんだ、ここは俺好きだけどね、これ久々に来たな、この歌まず昇竜のせいだしか試してなくないですよ、俺まあ昇竜拳義務だから、まあまあ昇竜出せないと竜は完全にバナンですから。いやいやいや、あ、そうだ、確かにそうよ。まあ横スマが飛ぶけど、横スマ長いよ、そう簡単にやってられるものでもないからこれいつテスト終わるんだろう、わかんこれワンチャンチョコさん昇竜拳見るの楽しいんじゃないかな昇竜拳見て笑ってるからねチョコさん完全に自分が楽しむためだけに見てたね。そうだね、まあ竜使いの昇竜拳は義務だから、うん、いや楽しそうめっちゃ笑顔やん、そうじゃん、だってじゃんけんの仕方がまずもう楽しそうだもん、うん、ただこの辺ぐらいからチョコさんの顔が変わってくる。どうですかね、エゴジャパンの時はすごい目つきしてましたよ、あの人、いやいつもでしょいやでもウーバーの時とかは割と笑顔じゃないですか、予選だけでしょでも優勝した時とか毎回さ、あの準決勝ですとかってアイファさんが言った後ぐらいからの顔見てよ、うん本当なんかもうね、 TAT の時なんかサンタボをつけて、ね、笑顔で蹴り倒す、ね、ステージが終点ですね。おっと、今アヨハさんが景品の、お、景品が今届いたっぽいです ね、 ててね、咲いてるそばから試合は始まってるんですけど、 A クラス優勝のロジクールのヘッドセットと B クラス優勝のパーカーが、お、これかっこよくないですか、これかっこいい、あ、パーカーなんだ B クラスって思ってたけど、このパーカー売ってないんですかね、普通にかっこいいさあ、でちょっとまあ目を離した隙に、まあ徹底的にはまだそこまで動いてない感じですが、上だけ選択しましたね、
あ、これは撃墜しまった。もう崖際でビリビリしてしまったらもう逃れられないという、はい、もうここからもうあれ当たれちゃったらもう逃れられないぞという感じですね。チョコさんといえばあれ、あ、これはジャンプ力高い。うーん、危ない。上を一発当てて確認。さあどうするでしょうか。あ、ビリビリ、危ない。さあ手前で、さあどうするでしょうか。さあ、うわー、危ない。空中前二段目当たっていれば、あや、あわや、なんか竜巻飛んできましたね。おっとこれどっかで見ましたね。どっかで見たね。どっかで見たことありますね。崖際じゃなかったけどね。ふご、バースする、激墜。そう、まあ、おっと、まあ、まだまだ、まあ、竜のバース速度からしたらこんなもうなんでもないぞと。体重で言うともう60、危ない、うー、60ぐらいから耐える。そうですね。あ、あ、まあでもまだ空母か。そうセービングに対して一回空中へ当てて、その後しっかり着地見てますね。まあ、特に今セビで、まあ、地上着地してもまあゼロサム上強が2段ヒットなんで、特にあのパーセントはバスする可能性も全然あるので、非常に着地が辛いような展開になっちゃいましたね。なんとか着地したかったが、はい、崖際に着地した分ライン回復のためにジャンプしたかったでしょうけど、 そうですね、そこ逃さず空中後ろ前話した時に、はい、いや俺癖なんて全然覚えてないよって言いつつガン見して当ててきますから。 そうですね、はい、そして次のカード、ニエトの相場。ニエトさん、ニエトさん、よしどっち出すんですかね。シーク、ディディ、シークだと、まあ、おそらくシークにはなると思うんですけど、いつものいつもの水分補給と。サマ勢からしたらおなじみニエトノさんの水分。ヨッシー対ディディ、お、ディディ、ディディできましたね。あ、ディディ、まあ、どっちにしろきついカードではあるので、まあ、そうですね、ヨッシーからするとどっちもきついような感じありますけど、トレモですね。なんかさっきからトレモステージがだいぶ平和なステージなんですけど、シーク、トレモシークじゃねえや、ディディだ。あれなんですかね、あの DNG はトレモここって決まってるんですかね。はい、それわかんないですけど、前 DAT のクルーバトルの時、はい、ここ選ばれてたやつ。あ、そうなんですか。トレモなのにカメメさんがあの空前でルカリを運ぶ。あ、なんかありましたね。崖ない方が強いんじゃねえみたいなこと言ってて、いや崖があっても強いよとか。両方強いですよ。結局強いな、強いっていう。さあ、じゃあ試合が始まっていくわけですが、さあステージはどこが選ばれるのか。おっと、多分あれですね、オートか、オートですね。オートだ。おまわりさん、おまわりさん、ヨッシー警察ですか。ヨッシー警察、俺聞いたことあるの下校が警察だけなんだあれ、リトルマック警察とかなかったっけ。あれ、なんでもかんでも警察つけてるんじゃないのさあステージは、ヨッシー側の視点で言うと、はい、対ディディは村町を選びたいです。まあそれをまあニエトノさんが分かってれば村町は拒否されるっていうことはありますけど、前見た時には終点で、はい、あでもその時はシークか、シークヨッシーの時には終点でやってた。さあ今回はどうなるんでしょうか。今なんか誰かがこいつ村中だから怪しいとか打ってたなこっちから見え、こっちから見えてるあ、スマブラちゃんとコメントも見えてますからね。
いやいや絶対こっち側から打ってるからほらなんかほらもう眉ピクッとさして、相葉さんがロリコンだからそうですさあステージがスマブラですね。どうなんですか、拒否されたんですかね、おそらく裏町拒否ですかね。まあ序盤はこのバナナを持ってるディディに対してとりあえずジャンプして投げさせるっていうのがヨッシーの立ち回りになってくるんですけど、それに対して、対策立てていれば地上をどれだけ戦えるかっていうのがディディだと思います、はい、あ、そういえば大塚さんいないんだ。そうですね、いない。卵で2回当ててきましたね。卵を意外と暴発すると狩りにくいんですよね。ああ、そうです。バナナを持っているのはヨッシーですね。パーセントはほぼ5分。じゃあちょっとヨッシー側が押されてきましたね。リリーが優勢となってくる。こうなるともう次投げきつい。ああ、ジャンプがない。今、相葉くんから、という声。どっかで潰れたんですかね、おそらく。崖の相葉こと、事故の相葉。なんか今聞こえましたね。さあ、こうなってくると、ヨッシー側非常に強いですね。しかし、ヨッシー、ディディの復帰を潰しやすいんで、そうですね、そこでどれだけ詰めれるか。ここはしかし冷静に戻ってくる。ジャスガジャスガが見えましたね、また。あー怖い、今のまた事故りそうで怖かったです。そうですね、まあ、スマブラ見てる人というか梅ブラ見てる人からするともう事故なんて割と日常茶飯事みたいな2人の配信なんで。あ、これはあ、ジャンプがない。ジャンプないですね。卵もない。これがもうヨッシーの定めというか、なんというか。そうですね、一度ジャンプちょっと潰されちゃうとですね、タクが本当にないんで。1回目の卵投げは結構浮いて、2回目の卵投げでもそこそこ浮いてくれるんですけど、はい、そうですね、そうなるときついですね。さあ続いてこのカード、多分東海予選でも見たんですが、大丈夫ですか、これ。ですね、ポプテピピックとかで、はい、もう見たとかって言われるやつじゃないですか。いや大丈夫ですよね。多分大丈夫ですね。アースニコリン、この間の東海予選ではニコリンさんがメテを決めて逆転がしましたけど、結局いつも配信でメテを決めてるんだよな。結局リンクが壊すんじゃないか。まあ当てないと勝てないから。まあカムイですよね。モンブロックもなかなかキャラが面白いですね。そうですね。え、ここホリケンさんいんじゃん。いますね。なんでノーシードなの。まあ出場数の問題じゃないですかね。いやいやいや、シードでしょこの人普通に。言ってこの2人が、まあ配信隊になったら誰もが納得すると思うんで。さあ、まあ、キャラはカムイとカムイリンクですね。この間ピントだでしたっけ。あれ、この間カムイでしたっけ。東海議の時は、東海議の時僕あれだね、予定があって見れた。マジか。反転弱、仕掛けが戻れる。台上に横 B 刺した後、なんか下にも判定出るっていうのわけわかんない。コメント見るとわかるんですけど、まあ、右の方がこれ東海議予選で見たやつで今打ちかけたんですけど、ステージも一緒なんだって。ステージも一緒だそうです。大好きか。まあこういう巡り合わせってあるんですよね、どうしても。まあ大好きだな、みんな。さあ展開的には、アースさんの神が今優先に立ってますけど、このパーセントになるともうなんか崖のつかまりに横 B とか横スマ刺したら終わりそうな気もするんですけど。そうですね。あー危ない。今まさにそれ狙ってましたよね。ちょっと関係ない話なんですけど、はい、スイッチ版のスマブラ、はい、
PV あったじゃないですか、はい、あの時のリンクが、はい、ああそうです、ね、そうこのリンクじゃなくてあのスイッチ版のタイトル名が出てこないです、あとブレスオブザワイルドか、そうですね、だっけ確かに合ってるのリンクだったんで、次で、なんだっけ、ゼルダとシークが出るときにどうなるんだろうっていうのが個人的にちょっとあって、どっちを出すんでしょう、これ笛危ないんじゃないか、で僕ずーっと思ってるんですけど、お上がり肉を刺しました、さあどうなるか、連絡します、連絡します、はい、大事な連絡です、はい、いや、怖い、さあ、どうなる、これ、なんか入んないですね、うちストック先行してたんで、さっきの横 B の後、クースターとかで狙ってくるのかと思ったんですけど、あそうですね、やっぱり行き先の試合だけあってストック大事にしてますね、そうですね、まあ、本当に一本勝負って何起きるか分からないですかね、つかみの後すきに横 B、よっしゃ、トップ滑り投げしてますね、そうですね、さあそろそろバースト、そして空中しろ、バーストしていかないと非常にきついぞ、危ないぞ、おっと爆弾で、爆弾で回避、何があった今、今何どうしたの、上 B 見えたぞ、上 B と噛み合ったぞ、トップ出しましたね今、うん、さあでこうなってしまうと悪夢再来というか、この間はこのような感じの展開で空下割ってきた感じですからね、まだ全然わかりませんよ、シールドはしっかり残っている、おお D を狙っていく、回避しないといけない、爆弾を置いて確認、ああ飛んでしまう、飛ぶ、いやにしてもさっきの回転ギリはあそこで一瞬でよく判断しましたね、リンク使い怖いですね、何が起きるか分からないキャラですからね本当に、まあ今回は、アースさんがこのカード制したということになりますね、次辻さん対トッシーさん、トッシーさんがあれか顔出ししないから、あーそうなんですね、カメラ調整しないといけないのかな、まあ本人がどうするかですけど、いや多分毎回毎回でしたっけ、毎回カメラか変えてた、あそうですね、多分トッシーさんだけ顔出しは NG っていうことで多分と言ってる間に早くもプレイヤーカメラをしっかり消してくれる、はい、あのそうですね、スタッフのこの対応ですね、手際の良さありがとうございます、配信は任せろと言わんばかりの、そうですね、実況してるこっちとしても非常にありがたい、はい、リザードンに対してどっちを当てるのか、リディかシークどっちになるんですかね、ちょっとシークは結構壊れそう、壊れそうなんですけど、リディの復帰に対して火炎放射刺さりそうなんで、そうですね、そちらもありますから、非常にちょっと怖いんですよね、キャラ選択が難しいですね、これはリディリディで来る、シークで壊れることを考えればまだって感じなんですかね、コメントになんか竜の顔と炎の顔はリザードか、リザードですかね、多分リザード、あ、ステージはスマムラになりました、スマムラさあ、このバナナを投げて
空中しろ。おお、2回でいく。3段目まで当たれば。おお、スマホールド怖い。おお、なんかホールドされるとどうしたらいいか分かんなくなるときとか、ね、いや、そのホールド見えてるのにって言いながら自分で当たりに行くっていうのは結構ありますから、ね、タイミングを逆にずらされてるような感覚なんで。さあ、フリップ見てる。さあ、そしてこの火炎放射、ね、しかし冷静に復帰。うお、怖いぞ。空中しろ、もう怖いですね。ザの空港めっちゃ飛びました。ああ、もう崖際で次怪しい。もう怪しいぞ。そしてこの空中ニュートラル、やはり振り方うまいですね。さあ、これ使って前投げ、展開を重視しましたね。おお、ジャストシールドからのジャック、しましたね。あー、怖い。さあ、フリップでしっかり中央まで戻ると。さあ、復帰が、さあ、復帰、リザードの復帰に対してどうする、どうする、待って、上スマッシュ。しかしまだバーストしませんね。重いですね。嘘でしょ。これは、これ今 DD 側逆に苦しくなりましたかね。待ってた上スマッシュで撃墜とかって言いたかったのに。しかしこれで一気に辻リリー厳しくなりましたね。そうですね。空中しろ、飛ぶ、撃墜。160ぐらいまで溜まってましたからね今。これで飛ばなかったらもうちょっと踏まえ、そんな飛ぶ。おお、しかしレッド出ました。まだ上スマッシュ、うまい。そのバーガリにしっかり合わせる、ね、さあ0対0、ここで完全にイーブンだが、クーダーを駆使してしっかりステージに戻ってますね。上が2回当たる、重量級ならではって感じなんですかね。さあ、ここからまだ掴む、再びDD側になってきたか。フリップ、さっきフリップのキックをガードされたことを考えて掴みに変えてますね。おっ、まだな、たぶん2着。空港怖いぞ。いや、空中後ろ怖い。で、上投げから、いや、まあリザード側からすればどんどん狙っていいやつですからね。さあ、そしてまたフリップ。さあ、どうする、崖の展開、ジャック入っていく。そしてバナナを持ったリザード、怖いぞ、怖いぞ、怖いぞ。そしてめっちゃ狙ったんすね。読み合いは拒否。嘘、放送ジャックから上様つなげてきましたね。ジャック上様入るんですね。入るというか、なんか吸い込んだというか。そうですね。あ、でも結構あれ、ネロリザーズの使いは多いですね。おお、ジャック2のところでかなりキャラが吸い込まれるんで。なるほど。そこから上スマなり、まあ、あのパーセント低ければ上 B とかで合わせてる人はいますね。これは面白いというか、まあ、また壊れたというか、いや、まあ、パーセントもパーセント的にはいい感じのパーセントでしたから。そして次が、クロホビット、クロさんはもうフォックス使いになってしまいましたからね。あ、昔ピートを使ってましたからね。フォックスゼロサム、マキコくんが3人目なんで、3人目。いやー、なんかもう、いや、僕のキャラ表の中に、はい、マック、はい、とあるキャラ挟んで竜なんですよ。すごいですよね。ヨッシーなんですよ、その挟まれてるキャラが、はい、不憫で仕方がないっていうか。こんなちょっと可愛い生命体をそんな怖い人たちの間に挟まないでくれっていう。まあ、これがスマブラですから、これがスマブラだそうです。しょうがないです。まあ、最近のスマブラはどっちかっていうと、ベヨネッタとクラウドさえ出したきゃなんとかなるみたいな、そんな風潮までありますから、まあ、なんか友達と集まって乱闘すれば、そうですね、とりあえずクラウド2人、ベヨネッタ2人とか、こういう大会とか来るとみんな対策してくるんで、やっぱりなかなかその辺が難しくなりますけども、もうメインキャラを信じて。さあ、まあ、キャラは言った通り、フォックスとゼロサム。そして、スマブラ。どちらも、フォックスだと空中上での撃墜、ゼロサムは上に運びやすいっていう利点で、はい、どちらもいいです。
流れを取っているのは黒ホックス。しかし空中ニュートラルで暴れている。さあこの時に対して空中ニュートラル、空中シロうまい。苦しい展開が続く。さあ空中へ結構きつい。2人固定。崖の展開、まあ、ゼロさんのこの展開でも全然巻き返しができますからね。さあ空中3周シールドから空中しろ待っていた。しっかり合わせますね。植木暴れをシールドで、かなりもっと見てますね。に押してるような感じになってましたが、おっと空中しろ飛ぶ、嘘 70% 超えたぐらいできましたね、さあこうなると、まあ、空中しろのベクトルとホックスの、まあ、そうですね、飛びの低さが低さもあったかもしれないですね。おっとここから、おうまい、おうまい、これはしかしジャンプで読み合いが拒否。からウエスマッシュ、激ツイしっかりゲッツしました。おっと、というわけで実況を交代したいと思います。武田さんとライトさんに実況を交代します。実況変わりまして、ライトと、はい、おはようございます、タケラでーす。お送りさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これ結構、はい、このために今実況入ったまである。これカードですか。そう、シュキーゲインですね。はい、シュキーさんがね、またリノルマックが非常に苦手なプレイヤーでしょ。いや、勝ってるよ。勝ってはいるんですけど、マックキラーっていう自分で言ってたよ。いや本当ですか。8勝ぐらいしてて最近1個ポロって落としたんで、だからまあまあ今はもう活目強って言ってましたけど、あ、マジか。見てみましょう。さあ始まって、まあゼロサム掴みフルキャラなんで結構横軸のなんだろう、ダッシュ掴みが通る理由はいくらでもある気がするんですけど。そうですよね。あとマックのダッシュガードの軸の立ち回りに対して結構相性がいいんですよね。掴み通して上の展開、さあ着地が上強で暴れていく。最近のマックは偉いですね、はい、ちゃんとなんか攻めきらないで一回引けるとこ引いてます。そうですね、まあ横軸強いキャラなんで全然。いやー怖い。さあ使ってやってしまったかな。上 B ではワーストですよね。これはいつもですね、台の上で掴んでしま、掴まれてしまうともう撃墜が確定してしまうという。あーすごいキャラ。まあマックも大概壊しキャラですけど、ゼロサムね、この状況まで追い込めばゼロサムの本領を発揮していたところでしょう。タスマ置いてく。さあ横綱さっきとガードマックか。さあさあさあ、エネミー最大ためから何をする。ははナイスカメラチェンジですね、今のは。素晴らしいです。関西もさ、見事です。ゆえびではまるでくちょっと今、ずらしの仕方があって面白かったじゃないですか。めちゃめちゃ面白かったじゃないですか。さあ、ちょっと気持ちにブレが見えましたね。ちょっと感動しちゃいました、今のは。さあ、クーエヌクーエ、ちょっと光ったか。KO が、あるが、あるも外れましたね。KO 剥がしたまでいいですけど、ちょっと確かにあるんですね。そうですね。さあ、ライダーライ状態で横 B で着地買っていく。強いですよね、あれ。横 B は結構着拒否が難しいんですよね。あまりに対してスタあれ、なんかさっき見た。なんだ、あの技。うわぁ、スタスマ置きに横 B で突っ込んでいく。全然見えてきましたね。いやあと上スマッシュ。さあ危なかった今。しっかりと大丈夫。さあ密着が上スマ横 B で突っ込んでいく。さあこの掛けが、さあ見てるぞ、ちょっと安いが、ここで倒しきれない。いやー狙ってる。ちょっと焦ってますね、チキンさん。いやーまあまあまあ殺しに行けてるだけいいと思いますよ。さあ下スマ置いてるが横 B がちらつく。
だからラインがない状態だと多分触れないんですよね、これ、ね、横 B が上様打つぐらいしかないの。と密着の時に持っていきたいが、それを拒否するところをしっかりと上に行ってるよ。そう跳ねるが、さあここ横強、はい、やばい、上 B で回すとさあ、はい、最上級に喜び、最上級に悔しがってますいいですね、このタイミング入ってよかった、本当によかった着地を横強で買ったときに安くねって思ったんですけど、 NB であれ借りに行くんだったらかなり強いですね。そうなんですよ、リドルバックって受け身取った後の転がりが非常に遅いキャラクターなんで、遅いですね、遅い遅い遅い、その軸に合わせてその場の受け身と回避の受け身どちらにも当たるような NB の置き方をしましたね。まあいいですね、今の見事な置き方でした。熟練の動きというか見せてくれましたね、刮目させましたね、本部のプレイヤーをいやー素晴らしいですね。いや、スタッフが関西もさんですか。関西もさんです、あれいや、グッドですね。なんか最近スイッチャー買ったそうで。なるほど、あれ自前のスイッチャーで結構いい値段しますよね。あれすごいですよね、スイッチャーっていうさ、ただポチポチ押すだけですけどね。ピンキリですけど、どうなんですか相場的に。 いいのだと10万以上しますよ。ですよね。はぁ、もう自前で買っちゃうか、素晴らしいですね。素晴らしいです。スカンゼーモンさんが持ってるのいくらしてるか、30万くらいしてるらしい。あ、30万マジか。中古で30万だそうです。やばいね。いや、そう、そういうこと。あー、なるほどですね。まあまあ、じゃあいいやつ、かなりお金かけてますね、さすが。これですか。え、そうこれ高いそうなんで壊さないでください。へぇ、テンション上がりすぎて。はい、というわけで次は、四季さんとシュウさんですかね。お互い子さん、子号同士の対決となりました ね。週3が31 年齢まで言うの月さんが28かな、9かな、そんなもん、ね、そう、お互いちょっともう貫禄がついてきているところですね。この前思ったんですけど、週3とザクレ君やってて、ザクレ君って私15と16じゃないですか。15歳ですね。ですよね、倍以上差があるっていうか、多分15年前って週3スマブラやってますよね。やってますね。ザクレ君生まれる前からそれやってるのにその差を詰めに行くのってすごいことなんじゃないかなってこの前思ってました。日本一番のスマブラおじさんですね。ですね。さん、だから見ていきましょうか。はい。さあ外に出して結構このカードいけるって月光側は言いますね。そうなんです。ベヨネッタって基本的に上 B で外した後の拒否が非常に強いキャラクターなんですけど、それをハイドロボンブで高めることができるんです。なるほど。あ、ドロップで高めるんですか。はい、ハイドロボンブで高めることによって相手を浮かせるということで、横 B ウェビーを使い切った相手をうまく高めて、そこからコンボを展開することになります。なるほど。それをうまく見せてくれるかどうかはこのカードの基本なのでしょう。さあ、お互い火力はイーブンといった状態でしょうか。シュウさんは結構攻め切らずに待ちながら対あ回避を読みてますね。見てましたね、今崖の読み合い。さあ、ジャンパー割り無理やり潰して着地に手裏剣、一旦シャスまで締めましたね。おかすぎそうだったけど。さあ、差し合いがシュウさんは結構前に出てますね。結構出てきてますね。月光河が結構水で手裏剣でビオネッタを待てるのもポイントで。なるほど。ビオネッタ側が攻めなきゃいけない状況結構いいです。あー、なるほど。ビオネッタの上 B 自体も打点が高いんで結構いいと当たらないですね。さあ、上 B 横 B、ビオネッタを攻めさせることができれば、ビオネッタの得意な上 B 横 B を使わせることができるので、そこからハイドロボンブ展開していきたいといったところでしょう。さあ、横軸のこの状況多いですね。あっと、ちょっと惜しかった。さあ、置いてる相手の崖待ちに、おー工夫した。これが飛ぶんですよね。判断早いですね、今ちゃんと見てますね。工夫した扱うの前のビオネッタって結構差が嫌いんですけど、強いですけどちょっと癖があるようなので、ね、一旦ちょっとタイミングついちゃうので、ビオネッタの着地狩りを狙っている相手に対しては結構刺さったりはするんですけど、直当てで狙うのは結構難しいんです。今素晴らしい判断でした。さあ、バットイズインでかわしていく、いいのかこれさあ、ダウン、ちょっと相手の暴れを読み切って空中前を置いてました。おっと、これは素晴らしい。確定臭いですね。いや、今のはどうだろうな、変更がちょっと甘かったんですよ。あ、まあ確かにそうですね。結構から下投げってダッシュから判断するの難しくて、基本的に外に倒せば確定はしないんですけど、今のちょっと四季さんの掴み方が上手かったですね。崖のラインもなかったんで、多分ダッシュ入れる分の距離もなかったんで、外変更すれば本当になかったかもしれない。外変更入れてない場合はほぼ確定しますね。さあ、地上踏み、地上踏みだとコンボはちょっと継続できないので一旦締めですね。
さあ定番のこう投げるとっていう結構がつかみその場つかみ弱いのにあそこでしっかり反転つかみ入力できるやはりこのマッチアップはどれだけ月光側がつかみを通せるかいいかなってでしょうさあ手裏剣を散らしつつ全体的に引き算がラインない状況が続いてる気がそうですね覆われている、ま、感じですねしっかりとそこをさばききれるかどうかがさあ入っちゃう今日から横 B 上 B 横 B 行く上もう一回狙い行く一旦締めましたねこれで上 B で倒しきれないと判断してしっかりとコンボそこで終わらせてしまったんですよ。うわーやってしまったはいやってみせましたね、ウィッシュタイム。ちょうどさっきのパーセントでいい感じになったんで、あるかなと思ってました。結構、その、周さん的にも、空中上から上スマッシュや、そこからの展開を作られることが多かったんで、むしろそれを利用するまで、ちょっと待てたっていう感じだったんでしょうね。いやー、頭脳プレイです。頭脳プレイ、さすが。さあ、伊達に31年、スマブラしてるだけない。31年してたら、生まれた時からやってますね。さあ、もう一人のスマブラおじさん来ました。はいもう一人こちらも弱い30を超える強豪プレイヤーレイ対するはタイガーさんね皆さんのアイドルタイガーさんですね最近タイガーさんもアイドルちょくちょくとステルコンのマシンですねそうなんですか結構上の方の人間倒してたりしますへーレインタイガーですねマッチアップ的にはディリーベオネッタになるでしょうでしょうねもう本当になんかクラウドからベオにだんだん乗り移ってきてクラウドはもういらないって言ってました本当にちょっとねなんかビオネッタで、はい、あのちょっとまだ経験が浅いじゃないですかロゼッタのチコをなんかちょっとまだ本人も自信ないって言ったんですけどそれがビオネッタでちゃんとさばけるようになったら本格的にクラウドはもうほとんどやめたいってなるほどもうメインキャラクターはビオネッタ1本でまあレインさんといえばね昔から最上位キャラをこう触っていて愛する男ですね来たのでねまあまあビオネッタ今最上位って言われてるんでまあそりゃ手出しかっこだったレインさんはキャラクターを詰めるのが本当に早いんですよね早いですねビオネット使い始めたのも去年のエボリューションが終わった直後そうですねまだ半年ぐらいですよね、はい、だったんですけどもかなりの完成度を誇ってますね国内でも随時のやり方使いになりますねさあスマブラ本当にみんな若いですよね見た目がね若い、うん、見た目よりいってんの俺ぐらいじゃないのかな多分さあ見てまいりましょうはいディディーコングとベオネッタこのマッチアップどうなんですか最近やはりディディー側にちょっと分があるというふうには言われてはいるんですが崖沿いに出た後の展開や、はい、このバナナの拒否力はベオネッタ非常に高いんですよねなるほどなので結構時間をかけてしっくりと戦うマッチアップになりそこのディディー側のミスをうまくベオネッタが吸い込むといいと思いますじゃあどっちかっていうと崩しに行くのはディディーコング側ディディーコング側なるほどさあ上 B から横 B 中央で締めてもう一回横尾一回軽く入ったら高いですねさあ一気に 82% 対 42% は、ね、さあ待ち合いになるとどうしてもこのベオレッタのワンタッチの効果が高くてちょっと散り火になりがちなのがリリーの高さですね見えますねビオレッタが間違いにちょっと攻めざるを得ないいいギリギリでしたしかし最後はシリーズ出しましたさあ 113% 大きく開いてウエスマン狙ってましたお互い間違いになるとは思いきや結構展開が早いですねそうですねレインさんが結構そのバナナ出た時はしっかりと守りきっていない時はどんどん攻めていくっていったプレイスタイルところがポイントですよねまあ崩しに行っても強いキャラですねはいまあレインさんはディディも使ってたんでやっぱ崩しに行くポイントとかあってディディ側の嫌な部分はしっかりと把握してるとお、素晴らしい上から帰る感がちゃんと取れましたねディディ使いって感じですねさあ崩した今のはちょっとつかめるんだ今のおかしいですはいボソッとおかしいっていうのさあ球が当たってしまってちょっと位置が悪かったですね今のは球振りながら当てて今のなんか一瞬回避が見えたような気がしましたけど回避が前に当たったっぽいですねさあぐるぐると上 B 行く上でじゃあ空母で台上までいい感じのパーセントになってきたねなんかここでおお素晴らしい今のは確かにバナナを持ってるのでミッシャイムの後付けはガードを張りたいところだったんですがしっかりとグリップを通しましたねあれしかなかったですね、あの距離ならさあ、下気をパチンパチンと下気は当たんないですよねそうですねしっかりとガードしきって相手が逃げたところにちゃんと横 B を当てて展開を打ちますさあ、下気を食う前横 B 横 B いやー惜しいさあ、次
掴みから、これは2択でしたね。そうですね。しっかりかわしてプロペラ。さあガード、まあ、レインさんが下気を待ってるまでありますね。レインさん結構攻めると見せかけてのキーステップからの反転下気が結構上手い。なるほど。あれシュウさんはあんまりやらないんですけど、レインさんがポイントしてる、攻めると見せかけて攻めずに相手をミスを下気を拾うという、そういったスタッフが結構レインさんのポイントしてる。強そうですね。さあおうまい、バナナからの上京と、あの上京も強いんですよね。強いですね。ダッカーと完全に上位互換ですか。確かに。はい、もういる。そうなんです。硬直もですかね。硬直もこっちの方が短いです。連射力的に。判定も撃成率パーセントも完全にリードの上で。さあ上でパラパラと無理する必要はないって感じですかね。しっかりと空中後ろ先端に当ててバナナに出してガードが間に合うように調整しますね。なるほど。そういう細かいところがやっぱりこう子さんっていうのね、子さんというよりかはもう対2で用意してきましたって感じですよね。なるほど。バナナが持っている時は夢には付き合わないと、ちょっと取れそうな時だけ攻める姿勢を見せ、あとは逃げる、大抵しますね。さあガキが狙いきましたね。ジャンプ上がりしてたらちょっと危なかったです。バナナ落としから空中したら確定するキセットアップですね。あれ強いですよね、本当に。本当にあれは最速上がりすると上がっちゃうので結構危険なんですよね。さあバナナが UAB で暴れていく。これちょっとパーセント怪しくなってきましたね。 DD 側もそうですね、激戦を狙いそうな。バナナ横島が食らっちゃったらもう、ああもはやもうあーあーあー横島でしょう。あー今のは横強。さあさあよくガードしましたね。空中後ろからのジャストシールドの精度が高い。さあ復帰をクエで潰して、これは戻れるか。えっと素晴らしい、ウェビーでバーストスキルしっかりと守りきりました。いやいい試合ですね。レイさん復帰するの精度が高くなってますね。さらに、うん、やっぱ使ってきただけあって知ってるキャラなのもあって、昨日の登竜門の大会でも、はい、サメさんの月光が相手に対してほぼステージ上に戻らせない復帰措置の精度を見せていました。素晴らしい、ね、空中エイドを使った基礎値、そしてさらにあの反転ウェビーで相手を外に出してからの展開作りは非常に安定してきてますね。さてとすげえどうでもいい話していいですか。リリーの横強って六王ガーにめっちゃ似てないですか。どうでもいいですけど、六王ガーあれですよ、ワンピースのルッチ あの最小期みたいな。そうすげえ似てんだけど実際はかすなんかコヒーみたいな感じだけど昔から思ってるんですよね。録音が全然飛ばないじゃないですか。あれでなんかセービングの効果あったらちょっと面白いですよ。いや無理無理。痛い反撃食らうだけなんですけど。ダウンレになるぐらいですか最近、うん、どうでもいい話をした。さあ、将軍ラッチですね。将軍最強。将軍さんまたフォックスとやるんですか。でどっかでやってましたっけ。昨日もヤカラさんと言ってましたよ。なるほど。結構がっつりヤカラさんともあの梅村本店で会ってますし、将軍さんはかなりボックス対決をする機会が多いように見えてます。なるほど。どうなんですかね、ミラやってんすかね。やってると思いますよ。打勝率はヤカラさんに対してはあまり良くはない。ヤカラさん上手いって聞きますよね。かなり上手いです彼は、ボックスミラー。さ対するは前回の修羅村で第3位をという実績を残したラッチー選手、非常に手堅いんですよ。彼もともとかなり攻撃的なフォックスだったんですけど、はい、この前の立ち回り見る限りかなり改善されてましたね。なるほど。もうかなり手堅い堅実なフォックスになってますね。堅実フォックス同士も対戦となります。さあ将軍さんまた色が気になる。さあちょっとジェリジェリした差し合い、お互い目に優しい色しますね。確かにそうですね。春を感じるような。これどっちがどっちか分かんないんですけど、俺オレンジがラッチーさん、黄色が将軍さんです。足くぼ武田さん、足くぼなんでちょっと僕がうまく見ていきたいと思いますよ。さあ、弱で暴れて、あ、DA 狙ってますね。お互い、20% 超えるまでは誇らしいコンボはなかなか入らないので、一旦まずは差し合いをベースにして火力を越せにいくというところでしょう。お互い 30% ぐらいなってますけど、そろそろ火力高くなってますかね。そうですね。さあ、
来ましたね。お家芸一回も入るとボックスはさあ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 、おー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 軽いですね。あれさっきまで 30% だった気がしたんですけどね。一回もここまで入ってしまうとコンボが一生入ってしまうので、さあ一気に流れが将軍ボックスに傾いているが、学園の家そこならラッチーさんのターン、あーちょっと抜かしちまったー。ガード張り続けてる、気まずい状況が続く。背面のガードの見合いなんて本当にすることなさそう。お互い上京があるのか。そうなんです。なるほど、上京を待っていたんでしょうね。で何もしないからじゃあ離れるよと。なるほど、上京の反格、上京で取るぞ。上京を取ろうとするとそうなりません、ね、さあビジョンで安全にいない。さあ狙ってますね。さあ上京からあー入ってる入ってる、痛すぎる。中小の輪切り入らずですね。ガードの呼び合いが、さあラッチさんそろそろバーストしたいところ、空母でバースト。あれいい、結構ガオガオもいい感じに溜まってきてて、これだったら数十パーセント貯めるだけでもコンボの危険をするありますね。先ほどみたいな一気に殺しきるみたいな展開になりかねないんで、はい、エラーマッチボックスのミラーはそれが簡単に起こるでしょう。さあ翔吾さん、この崖上がりの噂光りますね。上がりの方ですか。はい、崖離しビジョンからの展開作りが非常にうまい。結構武田さんも苦戦しましたもんね。ビジョンね、強いですよね。補強するかしないかみたいな崖の読み合いになるから、あれ通すの前にするでしょう。さ あ, あこれは2択でした。2択しっかりと可能に言いましたね。こちらボックス、これより将軍さんが勝利。今のところ見た配信では順当に第一シードを上げてる感じですかね。今日は何もいける気がしないと本人ちょっと、誰ですか、ネガティブなツイートをしたんですけど、将軍さんです。将軍さん保険張ってるんですか。保険張ってましたね。なるほど、ちょっと将軍らしくない発言でしたね。まあまあまあ乗ってた時最強なんでね。ちょっと2週間ぐらいまでに本当に最強なんじゃないかってぐらい強かったんで、多分今回もいいきっかけがあればガーっていくんじゃないですか。いや欲しいですね将軍さん、ぜひ1位抜けて。今回聞きました、予選前半の方かなりのシード1位プレイヤーがシード2位か3位に落ちて荒れてますね。カメメ、エイム、ティ、BF とあたりは、あとソメさんもですね、ソメさんも落ちてます。2位、3位、ザクレイ君も落ちてる。ザクレイ君も落ちてますね。あと抹茶さんもかな。あ、抹茶さんも落ちたの。抹茶さんも落ちました、落ちたってか、1位じゃないです。あとスイノコさんも2位ですね。さんでカレーさんも3位って言ってました。あーいやーすごいね。そう結構今回溜まってるというかいい感じにばらけてるんで、これで9枠1位の1位のやつら困ってるって。そうですね、せっかく1位で抜けたのにみたいなやつらが結構いるっぽいですね。大変なことが起こってますよ前半は。そうなんか見学枠で S3 とか入ってきてるらしいんですよ。重たっつってかわいそうですね。S3 入ってるところ、もうそう S3 入ったのはちなみに抹茶さんとかです。あーなるほど、 S3 1位で抹茶さんにしっかり S3 が勝ち上がったんですね。強いですからね彼も。なんと速報入りましたよ。アリカ2アリカプリン VS2 2さんクラウドを使ってなんと二立てされた模様で大ニュースですよね。なるほど、2さんのクラウド弱くないんですけどね、 MK 量にも1本取ってるぐらい結構熟練のクラウドだったはずなんですけど、まあ旗から見る分には面白いですけど本人のメンタルに響かないかと思ってますけど。これで2さんも2位の可能性出てきました、ね、ありますね。やめてほしいんだけど、アリカさん、アリカさん普通に強いんですよね。見ていきましょうか。はい、マオ対カッパ巻きですね。カードはクラウド対メタナイトですかね。ちょっと、まあ、最近カッパ巻きさんキャラ多すぎてないか分かんない。あ、クラウドミラーですね。クラウドミラー、カッパ巻きさんってクラウド、クラウド最近練習してそうです。なるほど、古くからクラウドを使い続けるマオさんに対してクラウドミラーを仕掛けていく。手持ちのキャラクターはメタナイトとソニック以上持ってるんですけど、その2キャラではどうしてもクラウドになかなか相性が良くないので。なるほど、でミラーですか。一応本人はマルツも練習はしているんですけど、はい、まだちょっと仕上がってはないみたいですね。なるほど、どっちどっちか分かんないこれ。さあ横火、本当に分からんですねこれ。指揮棒じゃないですよねこれは。そうですね、分かんないですよねこれね。ニアの方がマオさん、KAP みたいなやつがしっかりとジャンプないところを見切りました。
ました。ここら辺はやっぱりクラウド使い続けてミラーをやってきただけのプレーになってますね。対クラウドでやっぱ重要なのは崖の外に出してクラウドがジャンプ残ってるか残ってないか判断する。ジャンプが残ってる場合はどこかでジャンプを使わせてそこに箇所を入れ込む。なるほど。でそういった読み合いを仕掛けるのが大事ですね。クーエクーエ。さあ一気にダメージが溜まる。マオクラウド食らってるのはまだ 29%。クーエルからよーっ、素晴らしい。さあ 29% 一気に展開逆になりましたよ。さあ取りましたね。さあただパーセントきついのは変わらず、ただ流れはカップ巻きクラウドにある。間違えた、いいのか。まあまあ、はい、今しっかりとさばき切ってますけどね。はい、ジャック。さあジャンプに対してクーエー、うまいですね。今ガードを削れたところを見越した上で相手のジャンプを読み切って空中上を打ってました。逃げたくなりますもんね。クーエーでバースト流れるように取り返す。はあ、やがったっすね。あそこでもう結構メンタル崩れるかどうかって結構大事な部分だったんですけど、マオ、ね、さんはそのメンタルの管理が非常に、マオ、ま、さんはそうなんですか。崩れないですあんまり彼は。ちょっとこの前ローサン戦ではちょっと日和プレイを見てましたけど、まあ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 普段の立ち回りを見る感じではあんまりああいう場面では崩れないプレイヤーですね。お、ユズブルードですね。ユズブルード、さあダックアウト使いのライツさんが見守る中、なんか午前中体調悪いとか言ってたけど体調悪いけれども今日ブルードさんと対戦できるのが楽しみという誰ですか。当たるプレイヤーがツイートしまして、あ、ブルードさんと同じ人が、はい、なるほど。ブルードさんをそれ見ても出ないわけにはいかないだろう。なるほど、かっこいいセリフを残して参戦してます。じゃあ今体調悪いですね。いや、なんかちょっと寝たらなと思ったんですよ。なんだろう、なんだよ。普通にメンバーで来ただけじゃないですか。まあ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 頑張っていただきたいところ、ちょっと個人的な話をすれば、はいはい、これの多分第1シード、ここの1位のプレイヤーが自分の、一番近い第1位のプレイヤーになるんで、自分としてもかなりピースにしましたよ。いいですね。ビクトリーですね、ビクトリー。あ、俺は勝つのっていう、そうそう、勝利宣言。ユーさんは確かにそっちっぽいですね。ヤッホーというのは俺勝つからっていう。さあユーズロゼッタ、キレアさんとはまた違うタイプの、あ、強豪ロゼッタですね。なんとトワさんともちょっとタイプ違いますよね。そうですね、どちらかというとなんかそのロゼッタの性能を存分に生かし切ろうとするタイプの、壊しキャラとしての性能を生かしてる方、はい、キラルさんは立ち回りとしての強さを生かしてる方、トワ君もまあ立ち回り寄りなんですけど、たまにぶっ込んでくるあたりのバランスがちょうど真ん中くらい、ぶっ込みは結構多いんですけど、彼の場合は相手が回避したいと思うタイミングで技を振って、そこの回避技を合わせるっていう、それの能力っていうか、その相手が回避をした後のその回避を取られる力に関しては桐原さんよりも上だと思う。組み立て方みたいな感じですかね、はい、それなんかプロセス作りがしっかりされてると思うんです。ちなみに今日桐原さんいますか。桐原さんが今日はちょっと予定がありまして、どうせ就活です。ですよね、逆にシートがうんぬん言ってました。あ、桐原さんね、頭いいし真面目なんでね、この時期しかも桐原さん最後の学生生活だった、そうですね、インに行ってたのかな。はい、あれこれつけた方がいいですかね。さあ見ていきましょう。さあこのカードどうですか。このマッチアップはダッカーアントがどれだけ徹底できるかによって変わってくるんですけど、基本的にはやはりそのダッカーアント側が逃げながら戦わなきゃいけないので、ちょっと具が悪いというふうにも言われてますね。なるほど。ただ個人的にはチコの剥がしやすさが他のキャラクターよりも尋常じゃないくらい簡単、缶ですかね。はい、その場で缶を生成し、ロゼッタがガードを前を向いていた時にチコが必ず飛んでいくんですよ。なるほど。その後にまた缶を生成できるっていうお得な展開になるので、あ、逆に後ろ向いてガードすれば缶飛ばないですか。あの、ロゼッタは缶をガードするときに後ろを向いてガードするとチコを守ることができるんです。そこをルユズさんができているかどうかも結構ポイントですね。知らない人多いんじゃないですか。かなり多いと思いますよ。面白いですね、解説者らしい感じ。さあ今のこれですね、崖に缶を置いて上を通り過ぎようとしましたが、さあ一気にひっくりがチコを青くしたりと、この崖の端に置く缶にどうしてもロゼッタがジャンパーがついてきて、チコがどうしてもそこについてくるんですよ、はい、なんでロゼッタが動いたタイミングで B ボタンを押すことでチコを剥がすことができるんですよね。
それもちょっとロゼッタが崖に追い詰められたときにダックハント側が有利になりやすいポイントだと思います。ジャンプが残ってない。あ、残ってた。さあ、ただカウンはおうまいですね、今の。ブルードさん、この受け身のテクニックに関してはダックハント界でも随一ですね。今受け身してさらに壁ジャンプしなかったですか。受け身ジャンプしてから相手の下にいるのを確認してさらにそこからジャンプをしてステージに戻るテクニックが非常にうまいんですよ、はい、なるほど。まあダックハント使いね、受け身できないとかなり苦しいところあると思うんで、これはちょっと位置が悪かったですね。空中への置いてましたね。空中への非常に当たり持続が長いので結構気をつけてないとどんどん当たってしまいます。なるほど。マリオの空中エネルギーの持続が長いんですよ。ワンワン大車輪ですか。ワンワン車輪ですね。大はつかないです。大結構はないです。大車輪いきなりアクティブになる。なんか曲芸みたいですね。強そうだけど。さあ空前で出してくれ。展開作りうまいですね。さあ苦しい。これです。チコはどうしても噛んで、なるほど、2ヒットになってしまうのでそこでどうしても剥がれてしまうんですよね。さあ空エネでジャンプ読んでますと、さあこれは惜しかったが、またも横の差し合い。ゆずさんは結構相手の基地行くときにキャプチャーを見せながら降りて行っていたりもするんですけど、はい、ブルードさんはそこにカウンを出さないで即ウェビーで帰宅するのが帰還ウエスまで着地狩り。そこの噛み合いをちょっとゆずさんがどう修正するかですね。まあ復帰かられてきたなりの工夫でしょうね。はい。さあ前内から、さあ横の差し合い。この空中前もロゼッタに対しては結構刺さるんですよね。なるほど。ロゼッタの身長が高いので下り空前が結構いい感じに当たるんですよ。さらに1個のヒットストップもあるので、ちょっと本人からしたらガード解除しても反撃は間に合わないことがあるんですよね。いや、そんなに前に向かって出ながら行かなければ。そうなんです。割と強い先端を当てるように意識すればロゼッタ側反撃を取ることが非常に難しいです。後ろ投げで外出して、さあチコ戻ってきたが、もう一度カウン当てれば、あ、しっかりと崖掴まずに上から帰りましたね。素晴らしい、これは対策ができました。さあ、DA で作ってけ。この DA もチコかなり飛ぶんで、なるほど。相手が崖の端にいたときはロゼッタ無視してチコだけに DA を当てるテクニックもありますね。まあ、当てがくもらってもって感じですね。お、空中しろ、ギリギリ普通にならない。さあ、復帰が苦しいが、ここの崖ですね。さあ、避けてる、拒否しきる、空当たって空前。さあカンが隙間とう下から、うまいですね。頭が出たところにしっかりと当てて、まあ、崖に追い出したロゼッタの制圧力というか、しっかりと用意した立ち回りが生かされてましたね、うん、ブルードさん。そうですね、そこ復帰できたのはやっぱり勝負を分けるポイントかなって肌から見てて思いましたけど。さあロゼッタ強豪が続きますね。続いてはトワ選手対モナ選手ですね、はい、ロゼッタ対サムスですかね。サムスでしょう。あまり見ないですけどどうなんですかね。なんか、まあ、ダッシュアタックでチコは咎めやすい気がします。あ、なるほど。ただそのダッシュアタックって結構密着時にはなかなか触れきれないので、まあ、自分から積極的に打ちに行きたいんですけど、ロゼッタが弱を固めていると結構相殺でチコに負けちゃうので、チコはなんだろう、回避1個分ぐらい出してるだけでかなりやることなさそうな。そうなんです。その状況になってくると今度は空中グラップで攻め切る立ち回りになってくるんですけど、あ、奥にいるロゼッタに対してグラップ。はい、ただトワ選手、その相手が浮きたいタイミングで上スマッシュを入れるのが非常にうまいんですよ、うんうん。そのサムスに対する立ち回りにトワ選手がどれだけ対応できるかってところが今回の見どころになってくるんじゃないかなと思います。なるほど。さあかなりサムス側きつそうな気しますけどねまあきついでしょうね。キャプチャーもあるのでチャージショットもなかなか簡単には打てないと。そうですね。まあまあまあ、あとそのサムスの崖外の街に対してロゼッタが結構やれることが多いんですよね、はい、多いですね。なんなら殺せますしね。空中後ろでジャンプ上がりと崖離しの行動を両方とがめることができるので、空中後ろをちらつかせてるだけでもちょっとサムス側はなかなか崖から上がることは難しい。まあ、空間上がりとかに噛み合うもんなら上スマッシュがもう、そうかなりきつい展開になっちゃうんで、いやー見せてほしいですね。まあ、きついキャラなりに多分対策してると思うんで、ね、そうなんですよね。相性が不利なキャラクターというのは対策量でどれだけカバーできるかが勝負となってくるので、しっかりと見せていただきましょう。さあ始まりました、いきなり折りグラップ。グラップ確かに刺さりそうなんですけど、投げてく、お、空中エンドで出し切りました。さあ
最初はまずチコ一瞬で死にましたね。タイロゼッタ基本的なことなんですけど、チコをどれだけ早く処理できるかでかなり勝率が変わってきますね。まあ、立ち回りガラッと変わるというか弱くなるというか。さあグラップでちょっかい出してきます。無理はしないですね。そうですね、ま、結構無茶をして立ち回るとロゼッタの、ロゼッタってチコいない時の防御力非常に高いんですけど、そこの防御力にはしっかりと付き合わずに自分の立ち回りを優先してますね。さあ空着地からのウェビー、チコ剥がしましたね。うまいですね、チコ剥がし方が非常に多彩な動きで翻弄しています。さあ投げてく、決して強くはないのですがしっかりガードするところ分かりきってますね。さあグラップで外出して投げてく、非常に立ち回りが多彩で分かりづらい。さあそれは上投げからクーエクーエ、ジャンパが残ってないので、いやーこれはあーギリギリですね。ちょっと見た方が弱くて刺されましたね。さあ逆に苦しい状況、投げ狙ってますね。横回避を右切って振り向きつかみ入れたんですけど、ちょっと発生が遅かったですね。おーおー、はい、面白いな、空前なんですね。そうですね、チコに当てたかったがちょっと位置が高かった。ロゼッタがガードしきりました。さあ外に出して受け止め合い、いやーこれはいいエレ拾ってくる。 DA がチコがいい感じに行くので、ロゼッタ本体に渡ればチコを剥がすことができますね。どれだけこの DA 倒す、 DA をどうするかが結構鍵になってきそうです。さあグラップの差し合いが多いですね。ロットワさんもグラップに対してはあまり無茶をしない。あっとさあきつい展開、おっとちょっと圧力が、ちょっとプレッシャーに今ちょっとありましたね、びっくりした感じがありましたね。しっかりと崖捕まりっぱで相手がどう来ても技を出せるぞといったそのプレッシャーのかけ方見事でした。さあ着地がかなり辛いかなと思ったんですけど、意外と着地できてますね。それがサムスの着地ってロゼッタでも狩るの難しいんですよ。ふわふわしてる上にあの下火で着地のタイミングを拒否したり、その上火空中ジャンプを2回目使った後直後に空中犬を振りながら降りてきたりと、なんかやれることが無限大にあるんですよね。まあ、サムスかなりごまかしが強いですね、はい、着地と。どちらかというとそのサムスの着地をうまく地面の方で待ってから上スマッシュを当てに行きたいところではあるんですが、それも戦場でしっかりと拒否しきってますね。ステージアドバンテージを生かした着地狩り拒否、しっかりと噛み合ってるんじゃないかと。封した。さあ NB でシコが受け止めて、ジャンプがないんじゃないか、大丈夫だった。さあ逆にきつい展開だがしっかり合ってく、冷静振り向きつかみ、決して無茶はしませんね。おっと、そうだわ、怪しい匂いがしたんださあ、グエで暴れてますと、帰る前にやることはやってた感じですね。ミサイル、チコのちょうど上の方に判定あるんで、あれだとチコを剥がしきれない感じがしますね。なるほど、ちょっとその点に関しては相性が悪いとも言えるでしょう。さあ、ここは暴れてくる、いい暴れでしたね。おお、なるほど、上に戻れば無敵。投げ、さあもうここはチコを剥がしきるよりは本体をどうにかしたいが、しっかりバースト強いですね。強いですね、非常に手堅い立ち回り見せてくれました。ちょっとチャージショットが制限されている以上、サムス側の撃墜手段がやはり空中運転や空中後ろなんかで制限されていたところが、相手がジャンプしたタイミングでガードを張ってそれをさばききるっていうトワ選手の強みが生かされた感じになってましたね。なるほど、さてと B の配信はこれで終了かな、ですかね、ですかね、ですかね。さあ続々ともう決着がついているんですが、今回どうなるかですよね。 B の1位抜け2位抜けの選手荒れてるんでね、やだなやだな、本当にやだな。いや今回はでも嫌だとは言いつつも、はい、一番最初の0回戦で2位3位同士の熱い対決のそうです、ね、カード結構面白いことになるんじゃないですか。見る分には楽しいと思いますよ多分。皆さん交互期待ですよ、はい、最初からもう超強豪のプレイヤーの対戦を見られるチャンスです。目が離せませんね。ねなんかうまくまとめた感じになったけど、まとめちゃったけど終わりなんですかねこれ。この後はお昼休憩に入るんですかね。14時から再開なはずです、いつもの段取りだと。昼休憩
なんか美肌やな、ほんとだ。武田さん美肌や。ドゲーガーやね。もともと肌は綺麗なタッチなんですけど、なんか明るいですよね、気持ち。あのカメラの設定で明るさをいじれるの で、ね、今だからプリクラ撮りに来てる気分です。プリクラ、プリクラ最後に撮ったら僕海外勢と一緒。ローカスと撮っただけ以外。これなるほど、これってキルキルキル。あ、なるほど、了解。じゃあ14時まで。はい、14時まで昼休憩だそうなんで、まあ、しばらくちょっと秋ですかね。プリクラね、しばらく撮ってないですけどね。撮りたいですか。うん。撮り行きます、ね、今から。いやいや、なんやねん。でも自慢じゃないですけど、俺プリ写りめっちゃいいっすよ。そうそう、プリ写りの良さとかあるんですか。ある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 。へー。そう、プリクラ撮った時の顔のがなんかシャッとして、あーなるほど、シュッとちゃんとまとシャッてして、なんなんですか、ね、違和感がない加工がされるみたいな。なるほどですね。ライトさんの英語を話しますよ。英語。 Hello everyone, this is Light and Takera and this is Umebra 31 next tournament start time is 2 p.m. in GST. So so you need to wait 1 hour. はい、 2 p.m. 2 p.m. アメリカだと何時ぐらいなんですかね。今13時間前だから、まあ多分0時ぐらい。まあまあまあ割と見やすい。うんうん、うん、すげえすげえ。どこかでトーナメント見られる。トーナメントは今組んでる最中なのかな。あらかたまあ上村のトーナメントを組まれる方式っていうのは決まっているので、大体予測はできはするんですけど、まあただ今回がその方式取られるかどうかわからないので、皆さんちょっとお楽しみにお願いいたしますよ。ライトさん、ライトちゃんスコアありがとうございます。僕も大好きだよ。どうなんですかね。ちょっと待ってのがあったんですか。これはまだマイク入ってんのか、マイク入ってんのか。お昼休み出て出らん、出て出らんね。ちょっとねやりたいんですよ。なんか奥なんで 1.5 倍速でできるんですよね。なるほど。ちょ、やりますか武田さん。面白そうですけどね。面白そうですけどね。あそこ4人座れますしね。いやちょうどいいんじゃないですか。いや全然いいっすよ、全然いいっすよ。ちょっと僕のライト式着地見せたいと思ってたんで。自分初々しいんで、あんまり知らないんですよね。デデデラン、デデデラン、どんなものかは大体分かってるんですけど、攻略まだ知らない。デデデランを知らない方にも説明すると、考案者イケピさんの、ね、パックランドを選んだ状態でデデデの下火入力のハンマーをこう構えている状態でパックランドをゴールするといった競技になります。結構その残り2人になった状態でのデデランドクリアっていうのがかなり難しくて、この前、ソメ、イケピ、ケン、あとはシュートン、なんかその強豪プレイヤーなんかも結構揃った配信で皆さんでチャレンジしたんですけど、6時間でクリアできたプレイヤーがたったの2組おのみ、2組のみです。それぐらい難易度の高いゲームとして知られてますね。アイテムがボム兵と、ボム兵とコーラが出てくるんです。で多いデカですよね、はい、なんでステージだけが武器じゃない、はい、邪魔じゃない。詳しくは、お寿司さん、お寿司さんの配信、最近スマブラの配信をされているんですが、そのお寿司さんの配信を皆さん見てみてくださいね。タイムシフトで残ってるので。いやあの人本当すごいですよね。素晴らしいです。ぜひ上村に来て喋っていただきたい。本人の許可もせずにあんまり宣伝するのもあるかもしれないですけど。いや